北京旧カジチャンネルをご覧いただきありがとうございます。 NHK ワールドニュースの動画を使って新しい英単語表現を学びながら、どのようなニュースが報道されているのか、情報も一緒に捉えて私たちの英語力をアップしていきましょう。まずはこのニュースを一通り集中して聞いて、ニュースの意味がわかるのか、出てくる単語表現を理解できるのか集中して聞いていきたいと思います。その後このニュースの原稿を使って単語の意味、表現の意味、ニュースの詳細を捉えながら私たちの英語力をアップして学習を進めていきたいと思います。気に入ったらチャンネル登録、高評価、シェアもぜひよろしくお願いいたします。それでは早速集中してこのニュースを聞いていきましょう。 Let's get it started。ではニュースを流しますので一度集中して聞いていきましょう。 Meanwhile, British newspaper The Times reported on Monday NATO may have warned its members Putin was planning a nuclear test near the Ukrainian border. It cited claims a train linked to Russia's secret military unit supervising nuclear weapons was headed to Ukraine. A senior U.S. Defense Department official says she's aware of the report but has nothing to corroborate it.We have certainly heard the saber rattling, from Putin, but we see no signs, that would cause us to alter our posture, in terms of the nuclear peace. いかがだったでしょうか？ニュース内容、出てきた単語表現分かりましたでしょうか？今分からなくても、この後ニュース原稿を使いながら詳細を見ていきますので、大丈夫です。一緒に詳細を確認しながら、私たちの英語レベルをアップしていきましょう。では原稿を使いながら見ていきましょう。詳細を今画面のですね右側に映っているのがこのニュースの原稿英文とですねその翻訳日本語ですね、そして左側にニュースがありますので、まずですねこの原稿で出てきた単語表現意味を確認していきたいと思います。まず Meanwhile一方でという意味ですね。前のニュースの続きからと思われますので、Meanwhile ということで、一方でという意味ですね。British newspaper Times, The Times reported on Monday, NATO may have warned its members Putin was planning a nuclear test near the Ukrainian border ということで、British、イギリスのニュースペーパーのタイムズ紙にのレポート、報告によると、月曜日ですね。NATO may have warned. NATO が注意を流した its members. メンバーに対して、NATO メンバーに対して注意を流したということで、どういう注意を流したかというと、Putin was planning a nuclear test near the nuclear border ということで、ロシアのプーチンがですね、ウクライナの国境近くで、nuclear test、核兵器のテストを計画していた。ということを、注意を流したという、こういう恐ろしいニュースですね。そして、It cited claims. A train linked to Russia's secret military unit supervising nuclear weapons was headed to Ukraine. ということで、It というのはそれという意味ですけれども、ここではですね、The Times のことですね。Times が cite。ここは過去形の cited になってますけれども、何々を引用するということですね。引き合いに出す、引用するという意味ですね。claims。claims というのは主張ですよね。どんな主張かというと、a train linked to Russia's secret military unit。ロシアの秘密軍事ユニットに linked to 関連する train、電車がですね。どんな電車かというと、supervising nuclear weapons。nuclear weapon、核兵器ですよね。核兵器を supervising、監視するっていうんですね。核兵器を監視している、ロシアの秘密軍事部隊に関係する train、列車が、ということですね。was headed to Ukraine、ユークレインに向かっていた、ウクライナに向かっていった、ということを cited、引用している。という意味ですね。そして次ですね。A senior U.S. Defense Department official says ということで、
US Defense Department official。米国防衛省のアシニアですから、高官ですね。アシニア US Defense Department official says。アメリカ国防省の高官は、She is aware of the report。まあ、その報告については知っている。be aware of。知っている、気づいているということですね。知っているけれども、but has nothing to corroborate it。しかし、nothing、has nothing、何もないということですね。そして、to corroborate it。それをですね、corroborate するものは何もないと言ってるわけですけれども、ここで corroborate の意味を確認する必要がありますね。corroborate。視聴者の皆さん、意味ご存知でしょうか？これですね。corroborate。corroborate。裏付けるという意味ですね。覚えておきましょう。声に出して。corroborate。corroborate。ですので、アメリカの国防総省の高官はですね、知っているけれども、has nothing to corroborate it。それを裏付けるものは何もないと言っているわけですね。そして、その高官がですね、We have certainly heard the saber rattling from Putin. ということで、私たちは certainly、確かに、プーチンから saber rattling を聞いていると言っていますけれども、ここでのポイントはですね、the saber rattling ですね。これがわからないと何かわかりませんけれども、これですね。saber rattling。saber rattling ですね。サーベルのガタガタ音と直訳になってますね。saber rattling。saber rattling。一体どういう意味かというと、武力、軍事による威嚇という意味ですね。武力による威嚇をサーバーラトリングっていうんですね。覚えておきましょう。サーバーラトリング。サーバーですね。サーバーラトリング。ですので、ここでは、We have certainly had the saber rattling from Putin。私たちは確かにプーチンからサーバーラトリング。軍事による脅しっていうものを確かに聞いている。But we see no signs that would cause us to alter our posture in terms of the nuclear peace ということで、しかし私たちは no signs、兆候を見ていないということですね。signs というのは兆候ですから、兆候を見ていない。どんな兆候かというと、would cause us to alter our posture。posture というのは姿勢ですよね。posture。posture。姿勢とか体位、構えですね。身構え。posture。覚えておきます。posture。そして alter。これですね。alter。alter。alter 変える改めるこういう意味がありますね。転ずるという意味がありますね。alter alter ですので、no signs that would cause us to alter our posture。私たちの姿勢をアルター変えるような原因になる no signs 兆候は見て取れませんとこうアメリカの国防総省の高官の方は言ってるわけですね。そしてこの表現 in terms of。よく出てきますね。何々に関してということですけども、the nuclear peace。核兵器に関して私たちの姿勢を変える原因になるような兆候というものは、アメリカ、米国防総省は捉えていないと。兆候は捉えていないと。こういうニュースですね。ではですね、今出てきた単語、表現、そしてこのニュースの意味ですね。右側に日本語訳も出ていますけれども確認しましたのでもう一度左側のですねニュースを集中して聞いて今学習した単語表現をしっかり覚えて、自分のものにして英語力をアップしていきましょう。では流しますので集中して聞いていきます。Meanwhile, British newspaper The Times reported on Monday, NATO may have warned its members Putin was planning a nuclear test near the Ukrainian border. It cited claims a train linked to Russia's secret military unit supervising nuclear weapons was headed to Ukraine. A senior U.S. Defense Department official says she's aware of the report, but has nothing to corroborate it.We have certainly heard the saber rattling, from Putin, but we see no signs, that would cause us to alter our posture, in terms of the nuclear peace. さあ、いかがだったでしょうか。1回目よりもですね、
単語、表現を確認した2回目、ニュースの内容を理解した2回目の方が、英語がススッと耳から入ってきて理解できたのではないでしょうか。英語学習ですけれども、このようにですね、何度も何度もネイティブ、英語の上手な人の英語を聞いてですね、知らない単語表現をどんどん覚えていく。このインプットが非常に大切ですね。そしてもう一つ、非常に大切な練習はですね、ネイティブの英語、上手な人の英語を聞いた後に、その英語を真似して自分の口から英語を話す、スピーキングの練習をする。これがですね、やはりスピーキング力アップには絶対必要な練習ですので、このニュースを使って、この原稿を使ってですね、今から視聴者の皆さんも一緒に練習していきましょう。はじめはですね、早く読もうとする必要はありませんので、できるだけネイティブになりきってですね、何度も何度も同じ英語、同じニュースをネイティブの英語を聞いて、そしてそれを真似して話す練習をするということを繰り返し繰り返しやっていくことによって、リズムとかアクセントとかですね、音の強弱であるとか、そういうものがどんどんネイティブに近づいていきますので、ぜひ何度も繰り返してスピーキングの練習をやってみてください。では私も今から練習をネイティブになりきってやっていきたいと思います。Meanwhile, British newspaper The Times reported on Monday, NATO may have warned its members Putin was planning a nuclear test near Ukrainian border. It cited claims a train linked to Russia's secret military unit supervising nuclear weapons was headed to Ukraine. A senior U.S. Defense Department official said she is aware of the report but has nothing to corroborate it.We have certainly had the saber rattling from Putin, but we see no signs that would cause us to alter our posture in terms of the nuclear peace. まあこんな感じでですね、どん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 ネイティブ、英語を聞いて、そしてそれを真似して話す練習をしていくことによって、自分の口のですね、マウスマッスル、口筋がですね、英語を話す口の筋肉にどんどん鍛えられていきますので、スピーキングがどんどん上達していきます。では、繰り返し繰り返し練習することが大切ですので、もう一度音読練習やってみたいと思います。Meanwhile, British newspaper The Times reported on Monday, NATO may have warned its members Putin was planning a nuclear test near the Ukrainian border.It cited claims a train linked to Russia's secret military unit supervising nuclear weapons was headed to Ukraine. A senior U.S. Defense Department official said she is aware of the report but has nothing to corroborate it. We have certainly had the saber rattling from Putin, but we see no signs that would cause us to alter our posture in terms of the nuclear peace.まあ、こんな感じですね、そしてどんどん練習した後にですね、もう一度左のネイティブ、英語を話すのが上手な人の英語ですね、聞く、この繰り返しによってどんどん単語も覚えれますし、表現も覚えれますので非常に有効な練習だと思います。ではもう一度左側のニュース聞いてみましょう。 Meanwhile, British newsThe Times reported on Monday, NATO may have warned its members Putin was planning a nuclear test near the Ukrainian border. It cited claims a train linked to Russia's secret military unit supervising nuclear weapons was headed to Ukraine. A senior U.S. Defense Department official says she's aware of the report, but has nothing to corroborate it.We have certainly heard the saber rattling, from Putin, but we see no signs, that would cause us to alter our posture, in terms of the nuclear peace. では次、私が行きます。視聴者の皆さんも音読、してみてください。Meanwhile, British newspaper The Times reported on Monday NATO may have warned its members Putin was planning a nuclear test near the Ukrainian border.It cited claims a train linked to Russia's secret military unit supervising nuclear weapons was headed to Ukraine. A senior U.S. Defense Department official said she is aware of the report but has nothing to corroborate it. We have certainly had the saber rattling from Putin,
but we see no signs that would cause us to alter our posture in terms of the nuclear peace. やはりですね、今3回同じ文章を音読してネイティブになりきって話す練習をしましたけれども、やっぱり3回目の方がスラスラスラッと英語を話すことができたと思います。英語学習ですけれども、どんどんですね、英語を聞いてわからない単語、表現を覚えて、そしてネイティブの英語、英語を上手な人の、英語を話しているのが上手な人の英語を真似する。この繰り返し、ルーティンをどんどん繰り返すことによって、どんどん英語力の総合力が上がっていきますので、ステップバイステップで根気よく学習を進めていきましょう。いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習。NHK ワールドさんの動画ニュースを使って新しい英単語表現語を覚えてネイティブの英語を聞いてそのネイティブの英語を真似して話してマウスマッスル口筋を鍛えて英語の総合力をアップしてみました。ロシアのプーチンがですね、核兵器のテストをしようとしていた兆候があるというイギリスのタイムズ紙の、レポート、なんともきな臭い恐ろしいレポートですけれども、アメリカの国防省の高官によるとですね、その兆候はないということで、ひとまず安心かなといったところでしょうか。引き続き英語力アップにつながる動画を上げていきますので、気に入ったらチャンネル登録、高評価、シェアもどしどしよろしくお願いします。 Thank you so much for watching my video till the end. I hope we could get new English vocabularies and expressions and information in English from this video. Thank you very much and let's improve our English skills together step by step. See you next time on my next video. Have a good day and goodbye.